地元の人々との絆であったり、町を盛り上げていきたいという熱い地元愛などだと感じました。はい、私は今回きっかけバス宮城に参加させていただきました。宮城学院女子大学児童教育学科3年の佐藤智美と申します。まずは自分の命を自分で守るためにも自分自身を見直さなければいけないと思いましたし、まして親だったり家族だったり自分の大切な人を守るためにも、まずは自分自身が自分の身、自分の命を守れないと周りに何も言えないなというふうに考えさせられました。今後、災害起きてほしくないんですけれども、いつ何が起こるかわからないという状況だと思うんですね。なので、やっぱり起きてから後悔するよりも、起きる前に自分自身ができることをやらなければいけないと思いますし、周りにもやっぱり自分だけではなくて自分の大切な人を守るためにも広げていけたらなと思っています。自分のこの経験などを少しでも広めていけたらなと思っているので、まずは自分の思いを行動に移していけるようにいきたいと思います。本日はありがとうございました。以上です。本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。私たちは4日間のプログラムを終えて、今回訪れただけでなく、やっぱこれからも活動していくことが大切だと思いました。そして私は4年間の大学生活のうちもう2年経ってしまいましたが、残り2年間仙台で過ごせる時間があるので、その期間にボランティアとしてでなく一人の大学生として観光客としてもう一度被災地に訪れて、皆様と話を伺うって話じゃなくて、本当に雑談みたいにおしゃべりでもいいので、なんか言い方悪いですけど仲良くなれたらいいなという感じで考えています。ご清聴ありがとうございました。